あもうそれはもうバイバイ。体温なら気づかなかったらオッケーオッケーなんですか、こっち相手にされないみたいな、そういうのがちょっと寂しいなって思うからやっぱりアニメかな。 Kill or keep? What boys are the most hated in Japan and what actions of a boy are unforgivable to Japanese girls so they would kill off the relationship? Let's go find out and ask Japanese girls. まずお金にルースか時間にルース、どっち許しますか？時間。時間。なんででしょう？まだ待てばいい話だから。お金の方が大事。おい。それ、言えてます。賛成です。お金にルースか時間にルース。うわぁ、時間にルーズ。時間にルーズの方が許せる。おなんでお金はね、いやお金は大変そう、うん、人生が変わる、うん、使いすぎて、うん、え借金とかできて、うん、え大変大変、お金にルースか時間にルース、どっちを許しますか？時間、うん、私も時間かな、時間ならどうにかできそうやから、お金にルーズでなんか使っちゃったとか言われたらこう結婚とかは考えられんかなって感じ、うん、あもしかして将来的にもうずっとルースなままで、うんうん、やったらまだ時間の方がこっちが合わせられるかなって感じがする。借金をしなければお金にルーズな方であってもいい、私が養うからもういい時間だと切れ散らかしちゃうからちょっとダメかもしれない。切れ散らかしちゃうってどういう意味ですか？もうお怒りが最高潮になってブワーって言ってしまう。ストレスの方がかかっちゃう。時間の方が。だってやりたいことが時間ルーズなことでできなくなってしまうから。うん、そうそうそう。ディズニーのデートに1時間遅れたとか。ああ、もうそれはもう、バイバイ。さようなら。帰ります、多分私。まず、借金か浮気、どっちの方許しますか？浮気。浮気です。借金は許しません。許しません。なんででしょう？後のこと考えるとやっぱりお金重視まあね、いろいろ気を使わないの。そうそうそうね、家庭があると浮気だとまだいいかな、まだ話せる、お金よりはいいかな、うん、なんでなんでですか？浮気のだったらもうその人と切ればいいけど、お金だったらなんかその後もずっとついてくる問題、もしかして自分にも借金になっちゃうからこそ、うん、浮気か借金、どっち許しますか？だとしたら浮気の方を許すかもしれないですね。おー浮気の方を許すかもしれない。なんででしょう？いやちょっとお金大切なんでちょっとお金はちょっと援助できないですけど、まあ浮気だったら、まあその方の行動次第で、ちょっと今後の関係は考えるかなっていう感じですかね。ってことは、浮気してしまってもう二度としませんってだったら許すんですか？そうですね。あとはもうその人の誠意のある行動に任せます。どういう意味ですか？あ、反省の見える行動をしてくれたら、OK、許します。なんで浮気の方許しますか？そうですね、お金はそれこそちょっとカバーしきれないところだけど、浮気だったらまあまあ許せるかな。浮気は相手は3人だったら3人だったらちょっと考えちゃうかな。ちょっと考えちゃう浮気か借金、浮気か借金、借金かな。どっち許しますか？借金かな、うん、借金の金額によるんですかね。まあ確かに借金の金額によるどこまで許しますか？今日10万円。あ、10万円は全然大丈夫。100万。まん、ギリギリ1000万の借金、それ怖い。じゃあ浮気はどれぐらい許しますか？私は結構なんでご飯とか一緒に行っても全然大丈夫し、結構自由かも、私は、うん、私も全然言ってもらえば行ってもらっても全然 OK。 あ、そのおご飯に行きますよ、うん、言ってもらえばっていうのは私前ミミちゃんと浮気しましたよってなっちゃうと、じゃあミミちゃんとご飯に行くけどいいっていうのを先に言ってもらえば行ってもいいよ、はい、ミミちゃんにキスしましたのは、それはダメ、ダメだって、それはダメだ、それは言わない、言わないで言わないでほしい、言わないでおいて、気づかなかったら分かんない
気づかなかったらOKOKなんですか？いや、OKなわけではないけど、せめて、せめて、せめて言わないで。せめて言わないで。あ、酔っちゃってミミちゃんにキスしたら、言わなくていい。そうそう、なんか間違い、それ一瞬だけちょっと酔っ払って、うん、あんまり誰か分からなくてこうやってやっちゃっただけだったら、うん、もう言わないでって思うけど、うん、なんか本当に好きになっちゃったら言って。あ、そしたら別れちゃう？うん、そしたら話し合って別れて考える。あ、会社に借金してるか友達に借金してるかどっちの方を許しますか？いや、断然友達も許せない。え、あ、そっち分かれた。あれ、いやでも友達とかだと、友達から借りちゃってるとさ、こう、あ、確かに確かに、ギクシャクしちゃわないのかなって、すごいちゃんと返せばいいんですけど、まあ、友達の方がなんか友達だし、なんか何かあったら相談できるし、こうちゃんといい友達だったらね、それなんか適当な友達だったら確かにダメだもん、うん、でもいい友達だったらこういう理由でとか話せるからあれだけど、消費者金融には言い訳ができないから、本当に大変、ちゃんと守らないといけない、大変だよねっていうイメージ。おー、面白い、面白い。いろんなダメ男を用意して、どっちを許しますかを教えてください。どっちを許すか、はい、許し方で、アニメオタクかゲームオタク。アニメオタクを許します。おー、アニメオタクです。なんででしょう？私もアニメが好きだから、アニメだったら一緒に共有できるかも。でもゲームだと、私あんまりゲームに興味がないし、ゲームだと一人でこう没頭しちゃうから、こっち相手にされないみたいな、そういうのがちょっと寂しいなって思うから、やっぱりアニメかなっていう感じ。じゃあアニメも好きなんで、どういったアニメを一緒に見ますか？鬼滅とか、あとワンピースとか、ドラゴンボールとか、そういう系は見たりしますね、一緒に。なんかゲームの人はもう本当に自分の世界に入って何時間もゲームしてるから、なんか一緒にいるのにずっとゲームされちゃうと、なんかもう、え、なんで私いる意味ないじゃんって思っちゃうから、だったらアニメオタクの方が全然いいから、一緒に多分共有できるし、見る、テレビで見たりとか一緒にできるから、そっちかなって思います。なんかそういう寂しい経験したことあるんですか？ありますね。なんか今分かってそうな。もうご飯食べててもずっとゲームとか、もうずーっと、ほんとずーっとゲームしてるから、寂しいよね。私いるよーみたいな。私いるよーみたいな。え、いる意味なくないみたいな。アニメオタクかゲームオタク、どっちの方許しますか？アニメオタク。アニメオタク。なんでアニメの方を許しますか？なんか一緒に好き、見れるアニメを、ゲームだとなんかほっとかれそうな感じがしちゃうから。何系のアニメとか好きなんですか？あ、でもヒロアカとかワンピースとか、あとなんか五等分の花嫁とか、なんかいろんなジャンルが好きです。体臭いかタバコ臭いか、どっちを許しますか？タバコ臭いですかね。おー、私もタバコ臭いかもしんない。おー、なんでそれ選んだんでしょう？でもなんか家族割とみんなタバコ吸ってるんで、タバコの匂いは慣れてるんですけど、なんか体臭って人によって匂いなんかあるじゃないですか、それがちょっとうってなる。体臭はちょっと脇がとかそういうことですよね。そうなってくるとちょっと、一緒にはちょっと言いづらいなとか。あ、確かになんかその好きな人と匂いが合わないと、どれぐらい好きでも難しい。そうですね。いずれ別れそうな気がします。タバコ臭いか、体臭い、どっち許しますか？タバコ。タバコ。Money and being loose with money or making debt is worse to Japanese girls than actually the partner cheating, which again ties into how important it is to support the family and support your partner in the future here in Japan. Also, someone who smells of tobacco is more acceptable for someone who has smells of their bodily odor, which ties in what we mentioned on this channel before. Maybe you've seen the video about how important cleanliness, the word for it in Japanese is seiketsukan, is to Japanese girls. Cleanly shaven, always well showered, not smelling either too strong of soap, just the right amount. So if you don't know that yet, then please be sure to check out some of the other videos we have done. They're packed and filled with stuff that Japanese girls want and are looking for in a partner, and things that you should avoid if you want to have a Japanese girlfriend. So if you're curious about that, this video here might be the right one for you to check out next.
We have done lots more other stuff, so be sure to check it out. This is Ash Japanese. Please follow. Give us a little like. If you like those likes. And I'll catch you soon here at Ash Japanese. Bye.